さあ、やってまいりましたメディカルハーブ検定一問一答シリーズ、今回も、いきたいと思います。はい、今回19問目ですね。はい、立て続けに、バンバン出していきたいと思います。はい、今回聖ヨハネの草というね、タイトルにさせてもらいました。はい、今回もハーブの写真を上げてるんですけれども、このハーブなんだかわかりますでしょうか。まあ、黄色い花といえばあちらのハーブになりますね。それでは問題文に移っていきましょう。問題です。聖ヨハネの草と呼ばれまして、腎疾患、肺疾患、あと不眠症、それからうつ病など、様々な症状疾患や、早朝治癒促進に使用されてきたハーブの代表成分を2つ答えよという問題になります。今回は選択肢形式ではなくて、オリジナルの代表成分を1、2と、そのまま答えてくださいというような問題にさせてもらいました。まあ今までの中では一番難しい感じの部類になりますかね。まさかの選択肢ではないというね。まあ本番の問題はね、選択肢になるんですけれども、まあこの2つの成分はまあもうパパッと答えてほしいなと思いましたので、ちょっと難しいかと思いますけども、もうスパッと答えていただくっていう感じのね問題にしましたので、まあ、パッと出てきた方は非常に、優秀かなと思います。まあ、本番に、もうすぐ試験が、数日後に控えてますので、受けられる方は腕試しに、ぜひね、やってみてほしいなと思います。で、この、ハーブに関しての代表成分は非常に、主体傾向は高いので、これはぜひね、覚えてくださいということで、その意味合いもあって出させてもらいました。はい。では、まあ、暗記しているかどうかになりますので、答えをサクッといきたいと思います。答えは、こちらですね。1番目がヒペリシンというね、成分です。あと2番目がハイパーフォリンという成分の、この2本立てとなっております。その他にも一応、まあ、タニンとかね、早朝治癒には関わってくるんですけど、まあ、それはまあ、さておき、この2つの成分が非常に有効だというふうに、まあ、有効というか大事だよという形で言われておりますね。で、ちなみにね、この、ハーブなんですけれども、サンシャインサプリメントと呼ばれている、セントジョーンズワートですね。はい、西洋オトギリソウと馬名がつくハーブになりますけども、はい、皆さんまあ分かりましたかね。まずこの、セントジョーンズワートが分からないと問題が解けないということになりますが、はい、西洋羽の日に、すごくちなんでいるというハーブになります。はい、まああまり言い過ぎたらあれなので、キーポイントに最後移っていきましょう。はい、セントジョーンズワートというハーブになります。黄色いね、小さな花をつける可愛らしいハーブになりますけれども、西洋羽の日に収穫すると最も治癒力が高いとされています。古くから早朝治癒や様々な精神疾患に対しての研究がなされてきた。はい、すごく、薬理効果としては、重要視されているハーブになります。それはですね、まあ、なんでかと言いますと、重度のね、症状でのエビデンスは前置きしますないんですけども、軽度から中等度の気分の落ち込み、まあ、要するにうつ病に対しての研究がかなりなされています。まあ、今本当に10人に1人はかかってしまうような現代病と言われているうつ病ですね。まあ、気分の落ち込みが、まあ、しやすい人とか、まあ、私も、そのメンタルが強い方ではないんですけど、そういう方に向けてはね、非常にいいかなと思いますね。で、それに関与しているのが、このヒペリシン、それからハイパーフォリンというね、この2つの成分が相乗効果を発揮して、気分の落ち込み、うつ病に対しての効果が期待できるというね、研究結果がいくつか報告をされているということで、まあ、エビデンスが一応あるということなんですよ。ただ、重度のね、うつ病に対しての、深刻な、フェーズに行ってしまったうつ病に対しては、そこまで効果は発揮できないというのがちょっと言われて、おります。というか、まあ、エビデンスがないということですね。なので、まあ、軽い程度の気分の落ち込みであれば、復活できる可能性があります。で、本当にそのプラセボの効果の薬ではなくって、本当に、うつ病に対しての実薬ですね、と、同じぐらいの同等の効果が見られるという研究結果もありますので、まあ、一概にハーブだからといって、侮るなかれということですね。ちゃんと効果はあるよというのが、期待できるということなんですよ。で、ハーブティーで飲むっていうのはちょっとね、やりづらいところがありまして、まあ、新質が結構有名なんですけども、あれはね、まあ、オイル植物油と混ぜて、
体に皮膚に塗ったりとかする総症治癒の方にメインに使われますので、うつ病に対してのその薬効をね、入れたいとなると、サプリメントがやっぱりいいんじゃないですかね。はい。まあ、DHC さんとかがあのサプリメントを出されてますので、まあ、薬局とかに売られている、セントジョーズワードって書かれてある、サプリメントをね、摂取してみることをお勧めします。はい。まあ、なかなかうつ病の薬とか、その辺飲んでも効かなかったっていう方が、効果があったっていうような、口コミも、見たことがありますので、ちょっと私はまだ試したことはないんですけれども、まあ、自分でも試してみたいと思いますので、はい、ぜひお悩みの方があれば、サプリメントなら、気軽に摂取できるかと思いますので、やってみてはいかがでしょうか。はい。まあ、とりあえずこの2つの成分がね、相乗効果発揮するっていうのが重要ですので、試験においては対策をしておいてください。はい。それでは、ありがとうございました。次のハーブでお会いをしていきましょう。See you next time. Bye bye.